白馬槍温泉は、長野県北安住郡白馬村北白あざ、白馬山国有林にある温泉。白馬槍ヶ岳中腹の標高2100メートル地点に、ある。白馬だけの読みは、正式には、白馬だけなので、白馬槍温泉と読む人もいるが、山小屋としての正式な読みは、白馬槍温泉小屋である。単に槍温泉とも称する。以前は、 日本最高所の温泉を名乗っていた時期もあったが、実際には、立山の三栗が、池温泉や八ヶ岳の本沢温泉などの方が、標高が高く、現在では、そのような表示はしていないが、代わりに、標高日本一の天然輸出量を標榜している。山小屋である、白馬やり温泉小屋だけが、季節営業している一軒宿の人を、温泉街は存在しない。 例年7月上旬から9月下旬だけの営業で、期間外は閉鎖され、建物は雪崩を避けるために解体される。毎年6月下旬から小屋の組み立てを行っている。組み立て、解体が容易な構造のため、簡素な作りの山小屋である。自家発電の温泉産小屋のため、21時以降は、消灯となる。白馬や温泉小屋は、山小屋であるため、部屋は合部屋であり。 食事も一般の温泉旅館と比べて簡素である。また、再混雑期は一つの布団に二人で寝るほど混雑することがある。土産物としては山小屋の売店に白馬やり温泉、ロゴ入りのタオルや T シャツなどがある。うちはなく露天風呂だけがある。露天風呂は開放感のある混浴露天風呂と周りを壁で囲まれた女性専用風呂がある。 今浴露天風呂は、眺望が良く、好天ならば、日の出の時間に入浴し、湯船に浸かりながらご来光を望むこともできる。以前は、小屋との間に遮るものが何もなかったため、小屋のすぐ前から露天風呂が丸見えであった。現在は、キャンプ場側を覗き目隠しで囲まれ、夜の時間帯には、女性専用時間も設定され、女性も安心して入浴できるようになった。 露天風呂の女性専用時間の間は、女性専用風呂が男性用になる。湯は、小屋の横の巨大な岩の割れ目から湧き出している。なお、立ち寄り入浴も可能であり、近年は、足も新設されている。夜、消灯時間以降に露天風呂に入るには、懐中電灯が必要となる。入浴料は、山小屋泊の人は無料。テント泊日帰り入浴は、 有料となっている。江戸時代から漁師や木こりの間に知られていた温泉であるが、人里を遠く離れた山上の温泉のため、一般の利用は長らく行われなかった。1876年には湯本から麓に引沸する工事が行われたが、同年11月23日に、雪崩が発生して21人の犠牲者を出す災害となり、工事は中止された。その後、 大正期にこの地に山小屋が建設されるが、1928年に、白馬岳山頂直下の白馬小屋を営む、白馬館による山小屋経営が始まる。近年にもふもとへの引導が試みられたが、技術的理由により断念され、新たなボーリングにより生まれた温泉が、白馬八本温泉である。登山口となるバス停がある、サルクラスを東日本旅客鉄道大井線、白馬駅より、 アルピコ交通バスサルクラ線で約30分の終点サルクラ下車。サルクラから小日向のコルケイユノ登山道を徒歩で4時間から5時間。当地は日本郵便から交通困難地の指定を受けているため、違いから郵便物を送付することはできない。もし、登山小屋宛ての郵便物が出された場合、転送不要郵便を除き、他の山小屋と同様に郵便物は、 三毒の事務所に配達される。ありがとうございます。